牧野重貞は、戦国時代の武将。三河国宝藩軍、牛久保城主。牛久保城主、牧野貞房の養子となり、牛久保城主を継ぐ。牧野保つ生の義理の老い。実は、牧野氏世の子。初代の越後長岡藩主、牧野忠明の祖父にあたる。通称は、新次郎、馬の城、民部進むとも称したという。牧野重貞は、 戦国時代の東、三河保尉軍の牛久保城を拠点とする国人領主で牛久保城主。祖父生活地の頃からすでに今川氏の誠意に服していたが、正忠氏が城主であった。A64 年4月には今川氏から独立した徳川氏の信仰を受け、他の東、三河国人衆が概ね徳川氏に転属したのに、対し、聖忠氏は今川氏への従属を強め、 巨城牛久保に今川軍の駐留を受け入れた。また、吉田城の今川軍に対しても、兵糧などの調達に協力、自らも今川方の戦方として、徳川軍に対し激しく抗戦した。しかし、A67 年には、東三河の今川軍は、全くの敗勢となり、a 6八年三月には、吉田城が落城、牧野氏は、坂中寺石川家成を通じて、 徳川氏に帰属した。A69 年4月20日に、岡崎城で家康の越権を受けて、所領を安堵された。牧野氏の親族、牛久保会場により、徳川家康の東三河併合は、決定的となり、同年11月18日に家康は、正式に、受護医師た、三河守に任じられ、国主大名となった。大英五年、 牧野保つ性の一族である牧野氏生の子として誕生。工事2年、牛久保上主であった牧野貞房が今川氏に逆進したことにより、牛久保上主の地位を失ったと考えられ、今川義元の差配によりその後継は馬の城となった。近年では三河奮激と呼ばれている騒乱の一環とみられる。正忠氏は、前上手である貞房の実施ではなく、 関西重州諸家父等によれば、一族、牧野市政の子である。牧野家父等によれば、養父の佐房は、今川市に親密であった、牧野多成が、今川市の援助で、天文15年に吉田城を回復したことで、実質は、今川市の属城に、反発、黒人領主としての自立を望む佐田は、 今川氏へ逆進しみ川の名族の吉良氏を頼り、工事2年西尾城主、吉良義シの誘いにより吉良氏の属上の西尾城に入り、首相となる。この時、キラヨシは、尾張の織田信長の調略に同意していたため、今川義元は、松平氏を含む今川軍を派兵し荒川城を拠点に西尾城を攻撃、陥落せしめた。 この時の西尾城攻撃を直接記す資料ではないが、工事2年3月に織田信長が、初軍の荒川に軍事行動を働き、これに対し今川方の迎撃軍は、馬頭源で、織田軍と交戦したことを示す松井忠司宛今川義元勘定が存在する。西尾城を脱出した佐房は、本拠牛久保に撤退した。佐房は、その後、撤去院生のみとなった。 貞房に実施があったかどうか不明であるが、今川義元は、相続については前期のように、シンクロー姿勢の後継とした。これが、正忠氏である。なお、正忠氏のジップシンクロー姿勢の詳細も不明である。正忠氏は、今川氏に属したので、尾張国清洲城のお田氏と対立する、今川義元の命により、工事三年より五か年の年限で、 平氏の属上の西尾城の首相となる。これは、前年に、吉良義明が織田信長と結び、義明自身は、東城城に移り、聖忠だ使府の牧の定房を西尾城に招いて、今川氏に反抗して敗れたため、吉本がその人後処置として、西尾城に、親今川派の巻の重貞を入れたと推定されるの、安城城攻略に関連した今川氏の装置という説がある。 薬場の期間満了前の A63 年5月19日に今川義元が桶狭間で戦死。その翌年、A64 年4月、織田信長と結んだ松平元康は西尾城を昼夜問わず攻め、聖忠氏は牛保に撤退した。一方の聖テールス中の牛保城には、事前に東、三河黒人州を調略した上で松平軍が奇襲をかけたので、 白型は壊滅の危機に陥った。しかし、稲垣重宗はじめ数名が敵中より、牛久保城に馳せ戻り、牧不死等の留守州と共に奮戦して、かろうじて城を死守。この牛久保、西尾同時攻撃より始まった、松平元康の東三河地方への侵攻に、聖忠氏はおじ、牧野では守る補正と共に、激しく抵抗する。年月日、 牛久保州を含む今川軍所隊は、富永口に出撃、松平軍と交戦したが退却している同年7月29日、今川軍は、三河下田軍の打城を攻め立てた上で、海上降伏勧告。上主菅沼忠栄は、の打城を放棄、豊川対岸の親戚西郷氏を頼って撤退した。ただ、今川軍は、引き続き行われた。 タミネ・スガマ氏への征罰に失敗し、明け渡された、野田城の城代に、聖帝家臣の稲垣藩六郎氏春を奥に止めて、奥三河への仕置きを終えた。翌英六五年になると、松平元康軍と今川軍の東、三河をめぐる、攻防戦はさらに本格的なものとなる。今川氏真は、下楽氏菅沼氏西郷氏等の東、 三河黒人領主への調略活動の中心人物、本田信都氏を撃つ必要が生じた。すなわち、宇治真自身をして、三州桜と呼ばしめたこの混乱を鎮定するために、東三河に宇治真自身が出馬することになるが、同年2月宇治真は、三州下田軍の富永攻略に成功するが、一宮砦での戦い、本野原の戦いでは元康に完敗した。 同年5月7日には、松平軍は富永を攻撃、牧野重貞が自ら、立ち打ちするほどの激戦となったが持ちこたえた。またこの時、聖帝家臣の稲垣重宗、野瀬神蔵、牧聖重郎、池田小左衛門等が力戦して、ついに、松平軍を退却させる功名を残したとされる。そして、聖忠氏は、同年5月28日に、 富永より宿久に帰城したとされる。同年6月2日には、野田城が待つ、平方の援助を受けた、菅沼忠枝縁による野衆で奪還され、城代であった稲垣志春は打ち死にした。同年9月29日、五遊大合戦で、堺中治の松平軍を敗走させたが、松平元康の本体には、敗れ、これに続く八幡沢木合戦で、 東三河の中流今川軍は惨敗、首相板倉団長、板倉門戸は戦死した。また翌 A66 年3月の牛久保城外の戦いで、叔父、牧野では守る補正と、稲垣重宗が負傷、稲垣は一命を取り留めたが、牧野多もなりは死亡した。今川方敗勢の中、牛久保牧野氏はいよいよ孤立して苦戦する。 A67 年春より一騎鎮圧に成功した、家康の東三河進行が再開。清忠氏は中流今川軍の最大拠点吉田城へ、救援の兵を差し向けるが、開学やがて落城3月。今川方の首相、小原重真は、遠州津山城に撤退した。完全孤立無援の牛久保城において、牧野重貞はなおも、今川氏への忠説を変えずにいた。 零六八年頃より、正忠を支える牛久保より奇襲たちも、この情勢への対応に際が現れ、稲垣氏、山本氏、岩瀬氏及び、牧野山城守は、岡崎城の松平家康に通じ、牧氏と、野瀬氏は、駿府城の今川氏真に固執していたと思われる。先人の疲労で衰弱していた、城主制定は、同6月より、宿老、稲垣重宗に、 内政、軍事を代理掌握させる。その稲垣重宗は、同僚の山本重之ら、牛久保の重臣数名に諮り、家康への貴族の機会を水面下で進める一方、主君、牧野重貞に、この貴族への同意を、喧嘩。翌永6 9年5月、西三河岡崎城にて、聖忠氏は家康に越見を受けた。これにより、牛久保牧野氏は、 松平家康に帰属、家康の命により初級人の掌握は、稲垣、山本等の重臣後の6名で行うことになり、その後の聖忠氏は、病心のため、牛久保城内にて秩序の体であったという。一方、牛久保密談期には、永禄八年牛、徳川家康に、牧野重貞が属したとの記事がある。また、牛久保記には、 A68 年3月17日の牛の吉祥日に、牧野貞重、安成を先として、牧師、岩瀬氏など、牛久保よりが、上司牧野家名代として、家康に越見したと記述している。海西三河跡風土記、牧野人氏国志公産府にも、A68 年春に、牧野氏が降参したとの記述がある。服属後、病身の場合は、 岡崎に出資に及ばずとの沙汰を受けたが、間もなくの10月、にわかに病が重くなり、同23日死去。去年42、生田氏死後、松平家康は後継に、弱死、牧野信次郎を指定。しかし信次郎はその時まで牛久保に不在であったらしく、補正の子と思われる、牧野では守ると、医療後継の紛争となる。では守るは、今川氏真の、信次郎は、 家康の支援を受けたと思われるが、新次郎が勝利し後を継いだ。牧野政定公業法名は、養治務院伝教誉まで白月後期大古寺、装置は、牛久保三輝院、追前母が、王子守る林寺所在。聖忠氏は、牧野では守る補正の意とされる。それは、養父の民部進む佐田さが、実は、補正の実定だからである。補正と佐田さは、 牧野系図では共に、牧野聖主の子とされる。はじめ補正は、新次郎、貞房は新次郎少子とされ、後に貞房は、牛久保上主牧野民部、進む聖マの養子氏となる。しかし灘ふさは1556年今川氏に逆進して、湿居の身となり、養子の生ただ氏が、牛久保上主となると、吉田城との関係は緩和し、 今川氏の信任厚い補正の主導の下牛久保牧屋家もまた、今川氏の三河経営に組み込まれていく。当初、聖忠氏は、今川氏とは距離を保とうとした不死が見えるが、稲垣、山本、重などの主要な家臣らが、今川氏より直接に治療を給付されるに及び、1561年より、今川氏への忠説を決意する。こうして、聖忠氏と、 個性は今川氏への忠説により、固く結束することになるが、これが悲劇の始まりとなる。通称は、新次郎、馬野城、民部進むが伝えられているが、現在知られる。彼の生存期間中の古文書には、新次郎と記すものは未見であり、馬野城については、天文22年の大恩寺阿弥陀道胸札の巻の馬野城が最も古く、 A69 年11月の水野信元が牛久保より六人に宛てた牧野安成家徳相続商人の添え状に今度牧野馬の城殿おさ居とあるのが終わり意味であり本人がこの時点で死亡していることから聖氏が生存中に民部進むを称した可能性は極めて低く牧野民部進むと記された天文記から A6 記の古文書は祖父聖正まるまたは父 サダフサのものとすべきである。A69 年、家康権力の三河支配が、一応の成立後に家康の徳川改正、15位下、三河守る任官が行われた参考文献の8、112ページ。筆者、新行乗り数によれば、工事2年2月、牛久保、牧野民部進むが吉本に背き、民部進むは所領を没収され追放と推定。参考文献の2、 800ページ、工事合戦。参考文献の5、国会図書館請求ナンバーワン18から191。下記参考文献の4、今川市と関泉寺567から568ページ、工事2年9月4日、今川吉本環状城を含む西尾城付近で、織田軍隊今川軍の戦闘が行われたことがわかる。新行則和。数は、 キラヨシヤキの織田信長への内通と対今川氏の反乱は工事2年4月であると指摘している。参考文献の2、800ページ。天文18年、キラヨシヤスは今川方に降伏し、駿河に移されたが、弟、ヨシヤキはなお、最上城にいたとする。参考文献の2、799ページ。キラヨシヤキの最上城から。 東条上,上への意挙及び牧野慎次郎の最上城入場は工事2年4月の降伏後に今川氏の差配とする。牧野慎次郎もこらえきれずに城を明け渡して牛窪へ逃亡する。この時の困難な戦いを牧氏は牧文書として伝えているが、この時牧野重貞の家臣は稲垣重宗が巧妙し今川氏真への感情を受けた。 あとに、越後長岡藩士となった稲垣重宗等、牛久保州の末裔たちは、先祖の功績として、この富長口先行を挙げているものが少なからず、存在する。なお、富長という地名は存在するが、富長口合戦の場所を、設楽軍の野田城近くや、野田城そのものとする説などもあり、合戦があった所在地は、諸説があって断定できない。 また、A64 年7月に、今川氏真が、西郡裁判を命じたが、稲垣重宗の弟、稲垣志連東四から5名が牛久保を退き、元康の下に属したため、牧野重貞が隠居を決意したとする説、819ページ、参考文献の2もあるが、清忠氏は、その翌年も、富永裁判、三州八万合戦などに、今川法として奮戦している。 A65 年8月7日付、稲垣重,重宗て、今川氏真勘定に、去る2月3週出馬の右利、と、氏真自身の出馬を示す内容がある。これは、父、吉本の戦死後の混乱収集に努めていた、今川氏真が、A65 年2月に、自ら一万余の今川税を引いて、東三河に発行したが、この時氏真は、三浦義重に兵を分かち、 これを、稲垣重宗が案内して行った富永ゼめの際の、感情である。関西重修書家府によれば、一方の氏真本体は、本田信ノ以下の松平兵約600がこもる、ホイ軍の一宮取りを包囲したが、本田信ノ救援に自ら出陣した、松平元康と牛久保領内であったホイ軍、一宮及び本野ノ原において、直接対決して、大敗、退却した。 この合戦を A67 年6月以降と資本。野原では宇治真から8000の兵を託された武田信虎が戦ったとするが、新編岡崎市死にの筆者、新行の和は、宇治真の東三河出陣を A65 年2月、駿府への帰陣は同年6月で、駿府で武田信虎の無本の噂があったためとする。同じ A65 年8月7日付。 稲垣重宗宛,宛の別の今川氏真勘定に、さっ、5月7日、牧野馬之丞富永財判の時、敵将動くのところ、馬之丞自身、刀切られ無、の文言がある。これは、前景勘定では、今川軍の富永攻略は成功し、その後、牧野重貞が富永を財判していたのを、今度は松平方が攻めた、際のものと推定される。牧野家父、 マキノヤゴリアクフによる。ただし、この戦いを永禄4年の出来事として記す。聖正氏の牛久保記場参考文献の2、821ページ。なお、富永における、今川、松平両政の攻防関連の古文書は、参考文献の3、1066から1067ページ。稲垣藩六郎参考文献の1、389ページ。参考文献の二。 822ページ。松平元康の牛久保攻め参考文献の百822ページ。この年、西三河で勃発した三河一向一期によって、松平家康は危機に瀕するが、今川氏真も西縁で、菊間城主の伊予豊か全種連流から反乱を起こされていた。これには、三浦正俊に託した大規模な政伐軍を動員し対応するが、 犠牲を払いながら攻略に失敗。しかも、この手並みの悪さが拍車をかけた不穏な情勢は西園一帯に広まってしまう。遠州の内山、城主、朝比奈央寺、伊尾連流の遠石である二股城主、松井宗近等の今川法獣神が相次いで反乱を起こしている状況であった。この西園陣帝に暴殺されていた氏真は、 せっかくの逆転の機会を意識している。無論、牛久保城へのご詰めも不可能であった。出典参考文献の1、266ページ、完成重集書家府巻364、巻の重貞の孔及び、同書389ページ、巻384、稲垣長重の孔。参考文献の3、巻の文書12による。参考文献の9、牛久保記。 牧の下、253から254ページ。牛久保密断記や、牛久保記、海星三河と風土記の A68 年に、徳川家康に、牧の重貞が属したとの記述は、完成重修諸家府百364、牧の重貞の子、及び同、百 384? 稲垣長重の子の A69 年5月に、聖氏が岡崎に参考。 帰属したという記述とは矛盾する。また、参考文献の10、稲川昭雄論文、長岡半筆頭家老稲垣氏の経譜では、稲垣氏家付録引用文において、A68 年に稲垣長重等の牛久保より奇襲が家康に召された、時に岡崎に宅地を賜ったとの内容や、同年4月には、長茂の父、茂宗が、 生忠氏に還元を報じたとの記述もある。その一方、牧野家家府では、A69 年に、生忠氏が城の前後に敵を控えた中、今川氏真に、援軍要請の書簡を送ったが氏真から手勢が、少なく、小詰が困難との返事を受けたのをきっかけに、5月9日の岡崎参考を決めた有様が記述されている。永禄旧日の絵虎の年。 馬の情勢ただ自然後に敵を受けて、防戦の術、心のごとくならず。よって、宇治真に御爪を骨宇治真の答え運、牛久保ばかり今に別心なきの常習着のいたりなり。さながら、寸衆不勢なれば面目なく奏らへ、とも、御爪派生が滝の良しさるこしる。これらの記述から、永禄八年牛の越見は、家康の王制を受けた。 牛久保六期の宿り聞き集のもので、これを踏まえて、上主牧野茂貞自身の家康越見が、翌年5月に実現されたと言える。出典、新編岡崎史市、史料編六、書集、牧野文書十三、水野信元書状、及び、参考文献の六、長岡の歴史、第一巻、十二から十四ページの記述。この遺説については、 京都市研究家の大島信夫が、越後長岡と東三河のうち、第177話、補正防殺説の系譜に、牛久保常禅寺の常禅寺遺書記、牛久保朝三期、朝薬九文、藁の記述を挙げて、これを解説している。堀田正圧等編、新帝完成重修書家府第六属文書、類中貫正会、1964年。 新編岡崎市編参委員会編、新編岡崎市市二中世岡崎市、1989年。新編岡崎市編参委員会編、新編岡崎市市六古代中世資料編岡崎市、1983年。堀田正マサ等編、新定完成重修書家府第十一族群書、類中完成会、1965年。今泉卓次郎編、巻の家父。 長岡資料第一集長岡資料観光会、1921年。今泉肖蔵、長岡の歴史第一巻、野島出版、1968年。関泉寺市編参観,観光委員会編、今川市と関泉寺、吉川博文館、1974年。入本増夫戦国時代の徳川市新人物往来者。 1998年、ISBN4 から404026765。旧祖神昇、る、近藤常次編近世三河地方文献集、国書館公開、1980年。長岡郷土史研究会編、長岡郷土史23号、長岡郷土史研究会、1985年。ありがとうございます。